はい、どうもこんにちは、キャンプ高木です、本日はですねキャンプ場じゃなくて野宿地にですねちょっ と飛び入りで、絶景の野宿地に飛び入りでね来ました、今4時35分、午後4時35分なんですけど、まあねちょっとサクッと楽しんでサクッと帰るようなね、あのまさにウルトラライト、キャンプっぽい感じでファストパッキング&ファストキャンプみたいなね、そういうキャンプスタイルで行こうかなと思います。で、野宿地なんで水とかね食料とかあとまあもろもろ全部自分で持っていかなきゃいけないんですけど、まあね今日太郎くんとね一緒に来てるんだけど、まあ、どれぐらいの重量になってるのかね測ってみようかな。抜き打ち検査ですね、行ってまいりましょうと。汚いよねはい、こちらがですね我々のバックパックになります。まあ、僕はね新調したローラーマウンテンアクサンアンテロープとで、ジマービルドのパイカパックですね。でもこうやって見るとパイカパック結構入ってんな、パンパン、メインボディ25リットルだと思ってたけどこれ結構30ぐらい入ってんじゃないか。多分ね、あれなんですよ、僕のパッキングがうまいんですよまあ、テトリスのうまさというかね、なんかダウン上下も入ってるからねなんか言ってらっしゃるけどね、ダウン上下入ってますからなるほど、ね、絶対いらないでしょってね、この気温今ね、かなり暑いですよ、半袖でもいけるぐらい、いけるいける。で、まあ、重量を測っていきます。いきますよ、私のバックパックは何キロか。うわ、結構重たい。11.7 かな、11.68 キログラムでございます。予想通りだね。まあ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 、そんなもんでしょう。じゃあ今度はね、太郎くんの番ということで、こうそうそうそう、そんでボタンポチッと押して、で、おっ、OKOKOK。わ、怖えな。どう13とか。あっ、10.35。おー、優秀。俺より1キロ軽いぞ。しかもお酒めっちゃ入れてて今キャンプ場まで歩いております。だいたいね、コインパーキングから30分ぐらいですかね、それぐらい歩いて、キャンプ地に着くという感じになります。で、周辺の景色なんですけどこんな感じですね。見て、この地平線見えますよみたいな感じ。すごいね、のどかな素晴らしい景色を、何もない、プチトレイルだね。そうだね、プチトレイル、そんなキャンプでございます。めちゃめちゃのどかや。到着しましたね、というわけで、思ったよりすごいね。どうぞ。めちゃやっぱり俺か。いや、やべえな、思ったよりやべえな。すごいね、ここです。これを想像してたね、全然いい。そうだね、なんかスタートだけすごかったけど、でもこれ以上ないんでしょ。いや、あるんだ。まだ序の口かもしんない。ほんと、やだね。結構ね、虫もいるんだよね。まあ、まだでも真夏じゃないから、マシだけど。これ夏きついね。で、これ結構蜘蛛の巣にかかったりとかするからね。絶対戦闘無理だわ。これ真夜中にね、歩いた時は本当怖かったよ。何でしょう。まあ、こんな感じのやっぱ冒険感、このアスレチック、意外と足元滑りやすいから気をつけた方がいい。うわ、すっげえ、あ、すっげえ、やべえ。そう、こんな感じでございます。あっちなの？あっちか。待って、ちょっとこれ、そう。これ左って。左だね。これですね。もう本当。いてててて、いてててて。すごいなんだけど。いてててててて。なんかトゲトゲする。すごいわ。到着いたしました。見て、ほらこれすごくない？すごくないこれ。はい。あ、やべえ。そうか、そうだよな。ちょっと待って待って。あ、僕もね。僕もあげますから。はい。はい。はい、乾杯。
っしゃー、うべー、超いい。テントの設営が完了いたしました。すごいね、ここだけもうアメリカですね、はい、非常にね。うん、そう、実はですね、皆さん、ここアメリカなんです。そうなんです、まあ、トークはね、ダブルレインボーかな、はい、で来てましたね。私は、シックスムーンデザインズのルナスロー2019ということで、ランタンポールをね、立てまして、そこにね、ユーコーのミニキャンドルランタンをつけております。非常に可愛らしい、夜が楽しみだ。ユーコーというわけで、まあ楽しんでまいりましょう。宝石で、まあ、こんな感じでね、寝そべっております。風が結構吹いてきて、ちょっとやや肌寒いけど、やっぱ横になるとね、風の影響あんま受けなくてね、すごい心地いいですね。目の前が夕日なんですけど、ちょっと雲がやっぱかぶっちゃって、まあ、海に夕日が沈むところが見れずって感じですかね。めちゃめちゃいい景色です。来てよかった。これね、おすすめなんでしょ。うん、美味しい。でも最近これのオレンジが美味しい。あ、オレンジなんだ、うん、皆さんこれオレンジ美味しいです。またいい音出してね、うん、セットしてキャンプですね。大丈夫です。このランタンポールはやっぱね、いい働きするんですよ、うん、いいね、それいいね、うん、これフライフライゴールね、1500円ぐらいで買えるランタンポール。あ、安いね。そう、非常に安いんでおすすめですね。バックパックキャンパーには必需品なんじゃないかな。晩ご飯をお作りします。今ね、お米を吸水させつつ、フライパンの方でね、お肉を焼こうかなと思います。そして、タロコにね、急遽ね、塩コショウをお借りして、これをね、もも肉焼いていこうかなと思います。あ、黄昏とるな、いい感じだよ。なんか、黄昏具合が。ん？嘘。うん。いやー、鶏もも肉、いただきます。うまい。いいね、美味しそうに飲みますね。中にこれ演技だと思うでしょ。うん、本気だからね。本当？本気？これ俺本気だからね。はい、夕飯の時間がやってまいりました。今日のね、晩ご飯は非常にシンプルに、まずねご飯を炊いて、レトルトという感じでございます。できました。これはね、バターチキンカレーでございます。これはね、キンキンに冷えましたこのバードワイザーと一緒に、コカコーラ、コカコーラと見せかけたバードワイザー、これとね一緒にいただこうかと思います。じゃあいただきます。
うまい。いただきました。わずかね3分ぐらいで食べちゃいました。オンザライスハンバーグってやつかな。そう、ね、なんちゃってロコモコ丼。あーいいね、ロコモコ丼って言うとなんかもういいね、ちょっと海だね。そうしかも400円のハンバーグ、めっちゃ高いやん全然言えるじゃない金額的にくらいいね、うん、どう結構わすごいね、すごい肉肉しいよね。いやこれ400円するだけあるわ。うん、どうでしょう。めっちゃうまい見てこの顔本当にえ、うまっ。快適な枕を使って就寝いたしますよ。触り心地が非常に、そんな感じでね、今日はもうちょっと、じゃあ皆さんまた明日。皆さんおはようございます。ただいまですね5時半かな、4時40分ぐらいかな、起きました。特にねめっちゃ綺麗ってわけでもないんですけど、まあ朝こんな感じですね。一応、朝日がね結構綺麗なんですけど、これやっぱ朝日はね、なぜか動画だと伝わんないんですよね。いやー、刺されましたね、ここ。なんか、蚊が入ってたのかな。めっちゃかゆいですね。撤収完了でございます。まあ、ゴミがねビニール袋に入っているこれで、まあ、カンカンと別にして非常にコンパクトにまとまりました。ではね、パッキングして撤収しようと思います。はい、というわけで、またですね、帰りはやっぱりあの森の中をね入っていく感じですよ。こう先頭をね切らされてね、僕はあの蜘蛛の巣をたくさんかぶってねこう歩いてるわけですね、はい、ありがとうえ、戻ってきました。これからですね第2回、測量テストをねしてみようかと思います。
これでね、知りたいのはやっぱり行きと帰りのやっぱり重量の差を知りたいと。行きます。はいはい、こっち。おっ、予想通り 7.、まあ、7.36。じゃあ行きます。東君、はい、行きますよ。行ってらっしゃい。はい。で、ゼロにして、はい、ゼロ2だね。そう、上げます。上げる。はい。おお、 6.98 95。はい、 6.95。 はい、軽い、軽くなってる。おお10キロ。そうだね、4キロぐらいだね、うん、もう半分じゃん。飲み物だね。すごいね、飲み物。すごいね、飲み物、食料ね。いや、飲み物ってか、もうビールとアルコールがほとんどだ、ね、そうだねはい、というわけで、野宿キャンプの様子を皆さんにお伝えしました。やっぱりですね、こういう野宿キャンプって軽量キャンプとめちゃめちゃ相性良くて、まあ、バックパックじゃないといけないとこって結構あると思うんですよね。他にもなんか、まあ、ロケーション的にはですね、釣り竿を持っていきたいなと思ったんですよ。で、今まで釣りやってなかったんですけど、このように、釣り装備をですね、私準備いたしました。次回はですね、めちゃめちゃ最短で釣りって始められるのかどうかちょっと検証してみたんで、そのね、ご様子を伝えたいなと思っております。多分すごい、ね、この動画見た方、このキャンプ場はどこなのかっていうところ気になると思うんですけど、すいませんが自力で調べてくださいと、お伝えしておきます。夜のミュージック、すごいね、ピアノの流れるような音でおしゃれな感じで演出をしてみたんですけど、このミュージックはですね、知り合いが作曲したミュージックで YouTube にも、ね、アップしてるんですよね。キャンプってすごいインスト系のミュージックがあると思うんですけど、結構インスト系のね、ミュージックをそこで載っけてるんで、概要欄に貼り付けてあるのでぜひ見てみてください。このチャンネル面白いなと思った方、グッドボタン、それからチャンネル登録の方してくれたらすごい喜びます。それでは皆さん、さよなら。